こんにちは。FBS アナウンサーの遠野愛です。愛という名前は、多くの人から愛されて、多くの人を愛しますように、と付けられたのではありません。三人兄弟の末っ子ということもあって、両親は直前まで名前を決めていなかったそうです。そんな中、あーい、と産声を上げたことから、愛と名付けられました。そんな私は、4月から福岡で初めての一人暮らしをする予定でしたが、実は同居人がいます。朝ごはんを一緒に食べて、夜は一緒に眠る、特別な存在です。その相手は、じゃん!猫のミルクちゃんです。まさに愛猫。ミルクともども、よろしくお願いします。